はい、ということで、レベル7に行きます。チャレンジダンジョンレベル7、どん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 敵が強くなってくるけれども、やっぱ相性があるね。レベル5は、魔法石3つか4つ使って、レベル6が1つだけだったからね、ちょっとやっぱこの相性があるダンジョンに。ということで今回はね、どうなんだろうっていうことで、まあ分かんない、やってみるしか分かんないよこれは。いきます。クレオパトラか。一旦目でクレオパトラ出てきちゃうんだ。硬いねー。あー、クレオパトラってこういうやつだったな、そういえば。こういうやつだった。これ回復消しきっちゃいけないんだよ、確かな。回復消しきっちゃいけないんじゃないっけ。あー、そっか、バインドを持ってんだ。あー、そうだよそうだよ、こういう系だよクレオパトラって。あー、そうだよ。どうしよう、これ白で殺せないでしょう。30個いっとく？正直ね、クレオパトラはね、わかんねえ俺。どうすりゃいいの？ジンで殺すか。もう次は愛の鞭でしょ。あ、違う、愛の鞭が終わったんだ。愛の鞭が終わったから。ジン使います。ジン使いますわ。これで一発で死んでくれたらありがたいんだけどね。結構硬いでしょ。結構硬いね。なんか言ったぞ今。嫌な予感するよ、嫌な予感するよ。何来る？わお、わお、どうする？ちょっと強くない？クレオパトラ。ちょっと強すぎじゃない？
次は、わー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 、こいつらかよー。おいおい、どうしよう。おいおい、もう死ぬか、もう死ぬか、死なない。やばいやばい、これあーやばい、どうしよう。もうでも死ぬじゃんこれ。こっち削っとこう、こっち削っとこう。ありえへんわマジで。なんでこれステージ2だよ。ステージね、 GM2 つ使ってんだよ。たまんない。14ターンと18ターンかかるんだよ。これ無理じゃない。これこれ無理だろう。これどう考えても、うわー出たよー、出た出た。いや、もうしょうがないってこれは。これはもうしょうがないって。ハクがたまるから、ハクがたまるからさ。わお、イシスか。あ、でもイシスだったらいけんじゃないの。イシスだったらここ死なずにいけるでしょう。わかんないけど、イシスだったら死なずにいけるんじゃないかな。どうだろう。イシスだったら死ねずにいけるかもね。回復落ちこいよ。回復は切れない限りはいけるぞ。よしよしよし、回復は切れない限りはいける。いいね。ここで、ここでソニアのスキルも食べたい。ここでソニアのスキルも食べたいな。頑張ればソニアのスキル溜まるぞ。
これ減らしすぎ注意じゃん。これ減らしすぎ注意だな。減らしすぎないように気を使いながら、財布があんま落ちない、やべ、やばいやばい、いいよ一回ぐらい死のう、一回ぐらい死のう、一回ぐらい死にましょう。50% 切りましたよ。何が来る？ナイルの反乱。わーおー、うわうわうわ、失敗した。失敗も何も、まあ初見だからしょうがないんだけどさ、そういうことか。強いな。強い。強いな。あ、でも、これも陣いけるな。これも陣いっていいぞ。これ陣使います。はい。で、ボス戦。あ、違うわ。中ボスか。何こいつ。あ、トトソティスだっけ？トトソティスか。いや、これはもうジンで、一発でぶっ殺す。これミス許されないな。これミス許されない。難しいのかな。どうなる、どうなる、どうなる。うわ、足んない。うわお、わお、え、これどうなる。死ぬ？死ぬ？あ、あ、俺の必殺技、石。何それ、え、トトソディスってそんなことやんの。嘘。いや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 、俺初めて見たよそんなの。嘘、そんなのあるっけ。殺しましょう。
ジンで殺しましょう。よし、ラ、さあ行きますか、さあ行きますか。これちなみに、スキルがですね、皆さん溜まっておりませんね。スキル溜まっておりません。これもし一撃で倒せなかったらギブアップあるよ。これ一撃で倒せなかったらスキル溜まり直すまでっていうのはきついでしょう。これギブアップありますよ。一撃で倒しましょう。一撃で倒そう。よし、いったでしょ、いったでしょ、いけ。だー、よーし、さあプレゼントの方を見ていきましょうか。プレゼントはミズピー、さっきのあれですね、水属性モンスターのスキル上げのモンスターですね。ということで、レベル7ダンジョン、いやかなり石使ったね。何個使ったろう。ここにちょっと使った石をね、ここに出しておきましょう。ということでね、非常に苦しい戦いでした。こっから先は、もう19、8だけども、こっから先は多分かなり厳しい戦いになると思います。次、レベル8、いきます。